ロシアの軍事侵攻が続くウクライナに、瀬戸内町の大島地区消防組合瀬戸内消防分署が救急車を寄付することになりました。瀬戸内消防分署が寄付するのは、今年の5月までおよそ15年間使われていた救急車1台です。走行距離はおよそ8万3000キロで、ストレッチャーや心電図などを計測するモニターもついています。この救急車は耐用年数を超えていますが、ウクライナへの支援活動を行っている三重県の NPO 法人を通じて送ることになりました。乗与式で瀬戸内町の鎌田成人町長が、ウクライナの国民が苦しんでいる中で一人でも多くの生命や身体を守ってほしいと挨拶し、 NPO 法人の代表に救急車の鍵を手渡しました。救急車というのはですね、今ヨーロッパでトルコとか地震とかいろんな意味で不足している、そういう中で日本からの支援が来たと。しかも非常に装備がしっかりしているということで、非常に歓迎されております。救急車は8月頃にウクライナの首都キーウに到着する予定です。